どうも皆さんこんにちは、ずちゃんです。ずちゃんです。今日も動画見てくれてありがとうございます。今天这个影片呢是联谊系列最后一集，可是我们上次影片已经进展到交往之后第一次约会，那现在呢终于就是这个问卷的最后一篇啦，就是 LINE。 Let's go go。 でも女子から聞いてくれるの嬉しいな。あと一つ文化の違いと思うんだけど、あ、台湾でよく初対面の人でも Facebook 交換しましょうか、 LINE 交換しましょう、でも日本人は言われてあれなんかと思っちゃうよね。思わないな俺は。え、本当？俺は普通に単純に友達になれればいいかなと思う、うん、私最初とかも普通に交換するんだけど、うん、でもよくその初対面の時、あ、 Facebook あんまり使ってないんですよねとか、それで流す。で、私の友達もよくそんな感じのがある。で、俺の友達合コンみたいなこと言って LINE 交換しましょうよって言ったら LINE 入ってないないですと言ってて、実際画面見てみると LINE の通知がある。結構なんか自分のプライベートとか個人情報とか漏れると怖いなとか、うん、別にいいと思うんだけどね俺は女子から聞かれた方がありがたいし可愛い、うん、興味あるなら相手から聞いてくるはず、うん、なんで受け身の姿勢は今すぐやめて、気になる人には切っちゃい。これはすごい嬉しいな。うん、私絶対ある。これもう完全に定番だよね。これいいね。でやっぱり楽しかったねの次の予定を入れるっていうのはすごい重要だなと思うね、うん、俺は、まあ、楽しくなくても送った方がいいですね。楽しくない相手には次の予定入れる。楽しかったね笑うメンスは超えて一安心、うん、ただ定型文はやめて、うん、解散してすぐの LINE 嬉しい。嬉しいね。フォーマットかよみたいな LINE は NG だから人ひねりは必要。ああ、どうだろうね。嬉しい時と嬉しくない時あるかも。返信しなくてもいいのが嬉しいね。毎日返信すると今日も頑張ります今日も頑張りますね。それが逆に面倒くさいと思うかな俺は。え、じゃあ遠距離の時私送った？いや俺が毎朝おはようって送ってた。女は絶対おはようって顔文字。おだけ打ったらもうそれが出てくるかも。おだけやってそうそう、あ、そんな感じでやってんの気が利くけど一方的な励ましは重い。一方的な頑張ってね、いやおはようは重い女人で。俺重い男だ。 LINE のラリーがある程度続いてるのが前提です。まあ軽い会話をこう続けるみたいな感じ。いやよくない。俺はもうモヤモヤした。私もあまり好きじゃない。わざとじらす女の子は苦手ですね、うん、でも日本の連絡頻度はそんなに高くないのもみんなよく言うじゃん。一日は長いかな、せめて半日。だって仕事もしてるしさ。むしろ客豪華だし、あざとさしかない。俺のこと興味ないんだなって思うちょっと悲しいよね誰が言ったか知らないけれど返信は遅い方がいいよって、もはや嘘LINE 続けたい感じが見え見えてあざとい。あ、そういうことね。会った時に話すことなくなりそうだし、はてな女子の必死感、焦ってると思われがちです。そういう考えを持つんだ。超嬉しい。俺もうすぐにスケジュール確認して会える日を探すかも。だってないものねだりに今すぐ来てってわけでもないもんね、うん、ただ会いたいなーっていう気持ちを伝えて。それはちょっと嬉しいね。その不意打ちに時可愛い、会いたくなる。数人の男性に会いたいなー LINE をして、そこから返事が来た人を次につなげていく効率的で賢いです。ワンちゃんだね。なんか趣味合わせてくれんのかなと思って。あ、俺は結構嬉しいかも。俺だったらアニメとか言ってよくそういうメッセージくるの。アニメが好きで日本に行くんですが、うん、でもクラスメートに私アニメ好きって隠した方がいいかなってよくそういうメッセージくるからさ、うん、俺は別にアニメ好きっていうのは別に嫌と思ってないし、うん、否定的な考えを持ってないから、うんうん、特に気にしなくてもいいと思う、うん、そう聞いてくる人は多分オタクと思われるのが怖いかな、うん、でもオタクそもそも恥ずかしがるものでもないし、うん、そして日本のものが好きでわざわざ外国から日本に来るのがみんな嬉しいだと思うからさ、うん、特に俺外国人でアニメ好きとか言われたらすごい嬉しいもん。うん、うん、あ、なんか日本の文化が世界に浸透してんだなと思って、うん、なんかすごい気持ちが良くなります、うん、そんなに気になる？けなげで可愛い。俺に興味があるのかなと思うそうだね。リサーチして彼好みに一歩前進、その努力が可愛いんです。以上今日の動画でした。はい、このシリーズやっと終わりましたね。LINE編がラストなんだね。そう、もし前の動画見たい時にこちらに貼りますのでここを押してください。もしこの動画少しでもいいと思ったら高評価とチャンネル登録お願いします。然后呢，如果你想要我们拍什么样的影片啊，都欢迎在下面留言告诉我们。那如果说你们对我跟文章的私下生活啊、日常生活有兴趣的话，都欢迎这里。哇哦！等等，我的一直在这里，日常生活都在这里可以看哦，比较常更新。合コンとかに関していっぱい動画撮ったのですが、でもこれは絶対だと思わないので。あくまで参考よね。
だってこのサイトとさ、俺とルーちゃんの意見も全然違うしさ、あくまで参考で、はい、あ、こういう人もいるんだぐらいの程度で。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。 See you next time。 バイバイ。ルーちゃん、ルーちゃん、ルーチャンネル登録よろしくね。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。